今日が初めてのゲームなんですよね。そうなんですよね、うん、なので岡山の選手たちも思う部分っていうのがあると思うので、はい、それをピッチ上で表現してほしいですよね。今日は青のユニフォームがホームの長崎、今前半が始まりました。右から左に攻める青のユニフォームがビファーレン長崎、6人が入ってきた中央だ、おっとニアで1回触ったボール、青江選手ですかね、非常に高かったですよね、このゾーンディエンスの一番前のファーストのところなんですけども、石毛が接触、まだ笛はない、うん、シュートっていった左足の川野、もう一度右足、キーパー富澤、素晴らしいセーブ、ポジショニングっていうところでいうとキーパーとしてはね難しいとは思うんですけども、ここですね、しっかりと足を運びながら、そして前にこう守備のね選手が 2,3 人いたので見えづらかったとは思うんですけども、うわ面白い、中央のボールヘディング、ゴール左側、非常にサッカー日和ということになっています。さあ後半が始まりました。岡山の方はやはりそうですね、長いボール、ミッチェルデューク、ミッチェルデューク、さあボールキープして上条のシュート、ブロックに合いました、流して面白いシュートっていった、入っちまった、石毛、岡山先制点、47分です。まあ、これ一つこぼれ球からだったとは思うんですけども、ここで少しね長崎はパス選択誤ったんですよね、そこをすかさず狙った石毛選手がカットインして、まあここですよね、まあ自らカットインして、股の間ですかね、まあ左足、利き足ではないんですけど股の間ですよね、そうですね、落とすことができると、マイクマから玉田へ、まだ打てない、ウェリントンハットのクロス、逆サイド、ヘディングは梅田が抑えます、最後はトクラ、ね、中に戻す玉田、まあ、玉田選手、中田選手、倉崎選手のところを海音、ボールはシュートっていった、うん、ナイスキーパー加藤ひじりです。長崎サポーターからのここで藤田主審の長い笛、試合終了です。バジアの岡山2試合ぶりの勝利、引き分けを挟んで負けなしを12に伸ばしました。